あ、ボタン押しやがったな。メタルフラグ2。セレクトじゃねえや。指が。あれ、そっちスタートしたからワンコになってたのか。オプションオプション。あ、違って、俺がスタートしてないからか。というわけで、皆さんおはこんばんちは。今日はメタルスラグ2をクマさんとネットワークで協力プレイということで、キー5キーでいくか。クリアできないと寂しいしね。で、難易度が MVS ってのがゲーセンと同じ難易度になるから、それでいくぜ。難しいの？難しいがもう一個上にある。ノーマルとハードの間にゲーセン難易度ってのがあるね。だからゲーセン難易度でいいだろう。よし、じゃあ行くか。メタスラ2。余裕でしょう。余裕だ。これ1998年だぜ。俺もスタート押すのか。よし、じゃあ俺、マルコで。じゃあ、誰だ？これ誰だろう。行くか。得点稼ぎしながら行く。クリア目標で行く。助けないと。俺は助けないと。じゃあ一応殺し合いが始まるまでは協力プレイで行こうか。俺このゲーム結構やり込んでるから大体知ってんだよ。久しぶりすぎる。しゃがめよ。なあ、おいおい、いきなりすぎるか。いや多分これヘビマシン。結構やり込んでんだよ。一応誰助けるかは早い者勝ちに。センキュー。こいつ最後の得点がでけんじゃん。今打たない方がいいです。待って。オープンだ。オラオラ。ジャンプしながらだと早く倒せる。この分弾の減りも早いけどな。よし、ちょっと持った。全然確かに見ねえ、邪魔だな。終わった。というわけで乗り物いただきまーす。信者上から爆弾来てるから、俺のコンテに爆れないからな。クリアまで持ってくれよ。まだ抜き出してないんだけど。3万点。おお、4面か5面ぐらいまでノーコンでいけたんだよ過去。今はどうだろうな。怪しいな。先頭から殺すと連鎖で得点が1回もらえる。あ、取られた。一気に得点逆転されたな。本気を出しだ。得点稼ぎするなら順番に壊すのがいいんだけど、特にすべきがないからボム投げまくってくれていいぞ。うん、ていうか覚えてないからさ、何が何っていうのがやりつつになるんだけど。そうそう、色が変わ、もういいよ。そんな方がいいのか。ジャンプしてボムも投げまくってくれると。本当はこれ後ろを倒しつつ前のやつをボムで上のうちに殺しちゃうんだけど、そろそろ。お、死なないように気をつけて。あの炎になんて死ぬから。よし、まあ楽勝だな。一面は余裕。2回死んだけど。2回死んでる。ロキスタートだからまだ2機残ってる。ゲーセンだったらまだ100円消費してないのか。次死ぬと100円消費だな。見てくれ、すげえ助けてるね。死んだからか。そう、死ぬとリセットで。レイチ。まあ一面だしな。さばっかだしな。まあ固定調べだ。ミッション2スタート。 Thank you。
こう。ちょっとストップ。でもね、これこんなんがあんだよ。ちょっとの間そのままいてくれ。打たないで、打たないで、打たないで、打たないで。これね、こんなんがあんだよ。いいよ、あげるわ。で、さらに、もう一回いけたはず。あれ、いけなかった。うん、じゃあいいや、行こうか。この上とか、行く行く。だいたい覚えてるね。よっ。で、こいつらも、こうやって触ってあげると元気になってアイテムを出してくれる。昔はキングオブファイターズ待ってる間ずっとこのゲームやってたからな。このしゃがんでろよ。大変なことになるよ。よいしょ。多分いい武器。もう直前稼ぎは基本しないから、ちょっとぶっ殺しちゃうから。しゃがめしゃがめ、こいつの臭い息がしゃがんでたら食らわないから。あ、とか言いながら俺が食らってしまう。しゃがめると食らわない。あ、食らわないのか。うん、しゃがめしゃがめ、2回目食らうと死ぬんです。マシなこいつは。おー、ね、お、これでソルトナウル。基本はしゃがんで。来たら安全だから。一応宝箱と敵倒した時のランダムそうだから。多分この辺にいるはず。あ、あったあった。で、ゾンビ中は、ボム以外は、ゴミになるから。あ、ボム投げたんだ。ボムは投げれるから。連発しまくってどっとと殺すのが一番早い。直前稼ぎしないから気にせず行こう。本当はこれショットガンとかで倒すんじゃなくてナイフで倒すと得点が高いんだよ。ショットガン。この辺はほぼ全部覚えてる。さすがにここの得点稼ぎはいかないから、これも食らうと、なんかそうかなと思って。例えば地面来るやつもあるから。あ、得点ちょっともらってくるわ。おお、そういうことね。俺も終盤ほとんど覚えてないんだよ。終盤は金に物を言わせた力押ししかしたことがないから。ゲーセンでクリアしたことはない。だってもったいねえじゃん。いやいやいや、はいよ。50。このね、いつの間にか死んでるパターンなんだね。あるある。あ、俺もフレームしちゃった。死ぬよ。おお、なんだよ、生き残れんの一人だけかよ。アイテムドルミったからなっちゃってる。そう、まあ出たら優先的に取ってくれ。ここショットガンだな、もらっとくわ。ショットガン楽なんだよ。しゃがんでね。意外と不便ではない。ちょっと待って、これ確か2階外真ん中位置だったんだよ。2階外真ん中位置、こうか。お、もうジャンプで越えれる。で、ここから右に行くとアイテムなんだけど、死ぬ可能性が高いから2人の時は行かない。あ、リンゴだ、ダメだな。あ、あるある、あるまあ、強力プレイだな。しゃがめしゃがめ、はいよ。しゃがんで、ここが100いっぱいで最後が3万点もらえるんだよ。バグる気満々じゃねえね。お、分かんなかった、どっちが取れたか。これも1万の時と3万の時があっていまいち分かんないんだよな。乗り物乗る？あ、
ね、うん、飲むならあげるよ。そうだ、真上にジャンプしかできないからな。下に弾を常に打ちながら真上にジャンプしながら、ジャンプ中の左右しか動けない。オッケー、うん、じゃあこの弾は俺が全部もらうから、よし。じゃあ今から真下にボスが出てくるから行くぜ。ええまだ生きてるぞ。これが持ったらよかったか。基本常にジャンプしながら上に行き続ける。うん、違うんだよ、僕も投げられたんだ。ジャンプしながら下行こうとしたらボタン同時死になったんだ。そうだ、別に死んでなかったもんな。その後の相談で死んだもん。ここからアタック。あ、これ左右に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 。そこ大丈夫、待ってたら残ってる真ん中。ロケランやるよ。まあこういう協力プレイもたまにはいいんじゃねえか。割とうまいってか、多分次プレイした後好き勝手しても大丈夫になると思うんだけど。全然だよな。そろそろ1回目のコンティニューか。これまだノーミスだぜ。あ、キャラ変えやがった。ちゃんと待ってるから。よし、クリア。これで2面クリアだ。持つかな、クレジットさんで。あと20機か。よいしょ。そろそろ、そろそろ本気だったら。そろそろ本気だね。よし、グレイト。ミッションコンプリート。ミッションコンプリート。なんて、ほぼ初見みたいな感じなんだけど。まあな。俺も、すげえ1年ぶりぐらいなんだけど、まあ、昔やりまくったからな。多分4面ぐらいまではほとんどしないと思う。このステージもほぼ完璧に覚えてる。この盾とかをナイフで切ると500点もらえるんで、得点稼ぎには基本はナイフ。いただきます。うん、まあ基本俺が殺しながら行くから、で最後まで気を残すことを目標で頑張ってくれ。今回のプレイは余裕かな。しゃがむしゃがむしゃがむ。ここで時間出たら死なないから。ここにザブが。下がる下がる。この辺はあれだな。うん、後ろ上げるよ。多分ここでも弾が出る。ここにしゃがむ。これ蹴りかますと、これだぞ。ダイヘッド積むからな。得点ね、腕壊すと微妙に得点がもらえる。下から上に打つと殺せるんだけどね。上げよう、トムの得点か。あ、やるわ。ジャンプしたうちな。もうそろそろ俺切れる。できればこれ壊すことよ。サブマシンガンは優先してほしい。これ撃った。ナイス。結構出るぞ。もうこっち倒せない。お、かわした。なめすぐ。このゲーム時間切れで死ぬことはほとんどないから、命を大事に。よし、両方倒せた。まだ行ってた。よし、間に合った。ふぅ、そこはいけねえ。それ詰まるんじゃねえ、下手すると。で一応これ意味もない情報だけど、遠ければ遠いほど得点が高くなる。ああ、っていうのがある。という無駄な死に方をするわけだよ。2回目。意味もなく2回死んだ。1回死んだら同じだし。近づきすぎると片っぽは殺そう。逆側と。ちなみに弾真下に転がってくるから、ジャンプで回す。
得点稼ぎ仕事する年なんだよな。現在の俺の死に方、2回自殺だよ。いいですよね。あ、まだスローモーションに見えた。スローモーション現実になってんだよ。振り落ちまで再現しなくてもいいと思うんだけど。プレステ3は性能がいいからそこまで再現できる。乗り物いただきまーす。乗ろう、お前乗れたはずだけど。え、乗りたいのに。乗せた。あ、乗れるけど。あまりにも自由すぎる。ボム。正直こいつらのボムよりも普通の手榴弾の方が強いんだよ。歩兵が取った方が実は楽に。敵が爆弾撃った瞬間だけは気をつけないと。ナイス。ゴムったな。35発もあんじゃねえかよ。さっきからゴミ捨てんだけど。あ、やばいやばい。これこれ、これだけは気をつけて。お、壊せねえ、これ。ちょっと硬いな。さあ、ボスだ。まあ、ほぼ記憶にないだろうから頑張ってくれとしか言わん。全く記憶にない。俺は多分ノーダメで余裕だから。触ったら死ぬ？触ったら死ぬ。あ、足元は大丈夫だよ。入れる。入れるよ。やっぱり入れるよ。足元は入れるけど、しゃがむから気をつけろ。しゃがむから気をつけろ。もう、足元に潜り込んで全部打っちゃっていいよ。多分、それぐらいで終わるよ。当たってみよう。あ、戻れ、戻れ、戻れ。今ある連打でいいよ。多分、一瞬で終わるよ。多分残り17発終わる。怖い、ギリギリ動かねえのかよ。もう一歩下がれよ。怖えなぁ。ギリギリじゃねえか、さっきの。足元盛り込んである連打が一番早いよ。俺の、あれだろ。こう、見切り。さっきのは、見切りはすごかったな。ギリギリもいいところに。終わんねえなぁ。あいたっちゃったんだけど。お、あ、しまった。よし、いただきます。動くねえけど俺。こいつ得点高いんだよ。まあ余裕ですね。まあ余裕だな。一回も死んでないじゃん今回。大佐いるぜ大佐そっち。まあいい。ミノス大佐助けてる。フリタイムなんちゃらどうせな。さてと、まずアタッシュケースをバクるか。こっからも俺も結構死んだ。今は順調は。一応ここもノーコンいけたんだけどな、ノーモスで。今後ろに変なガキンとかいたけど。予想しますけど、確か何もなかったんだよね。ヘビーマシンや。多分ヘビマシだから欲しいな。実はいいね、いいんだよ。それも取るか。まあこれぐらいならどうにでもなるからいいんだけど。あー、ボムばっかりだ。あ、くれくれ、ロケラン。ロケットランチャー。今分かってたかな、このプレーしてて。一応これバックでも敵倒せるから、結構ランチャー系は役に立つ。サブマシンガンは斜め上に撃てるのが強い。あれ、やばい、倒しきれてない。あ、取った。取ると威力上がるから斜め撃ちできなくなるから、使いやすいか使いにくいかは個人の勝手かな。正直俺は使いにくい。
威力上がってんだ。威力はすごい上がってる。あ、戻れ戻れ、ジャンプ、もう一点ジャンプ。前俺も多分これぐらいで太るから。ほら、ジャンプがとても速いんだ。多分球がくれくれ、多分余分な球が。ショットガンめちゃくちゃ威力高いですよ。な、すげえ威力だろ。やばい、死ぬ。時間かけると死ぬぜ。ボム使ってでも一瞬で殺さないと。おったかな。乗るなら乗っていいぞ。ノンストップ、前にひたすら打ちながら R1 を連打で時々弾を打ちながらひたすら歩いてくる。止まったら死ぬ。ここはよ、止まると死ぬぞ。気をつけろ。タイミングよく R1 を押しながらひたすら前に行ってくる。 R1 を押したら何が出てるの、あの変なブロックをしてくる。ボカーンってやると、でもそれになってから他のもんいらんから。一発目食らったけど、そこ詰まってないか。いや、倒してやってないの。止まった方が危ない。とにかくひたすら前ではないぞ。ただ行きましょうか。行け行け行け、越前くん。ボムを、そっかそっか、近すぎるのか。ボムが敵に詰まったらボムを、あ、しゃがみながらボムを打つとね、手榴弾打てるから。持ってる時でてか、ぶっちゃけた話ボムの方が強い。あれ、あ、持たなかったか。多分ここが燃料だったかな。あれ、あとボスだからちょっと持たなかったな。右さ、大体壊せたな。なるほどね。よう、これのバックに乗れるんだよ。やー、危ねえ。誰、バックに乗れる。で、おっ、ただー、空中で食らった。ドットした、すごい。職人技のようなドットだと思わんかね。ちょっとやばいです、これで。残り最後のボムを。やばい、これは。お、治った。おら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 、お、来た来た。まあ、何もらえるかな。ボムだ、もうすぐ終わるわ。よし、楽勝だな。余裕だな。余裕だ。次のステージもまだ大丈夫かな。この次のステージが異常に難しいんだけど、次の次かな。山口一等兵、ミヤム二等兵がいい。いけそうだな。福田さん全然知らなくなったしな。余裕だ余裕。こっからな。思い出してきた。違うゲームだけど。3あたりかもしれないけど。パンチラだ、パンチラ。嫌なパンチラだ。ちょっと待った。パンチラ倒れた。ジャンプ。ナイス。これな。うまいぞ。パンチラ。やっちまった。武器なくすの結構痛いんだよ。これ上に武器があるんだよな。だから無理してでも突っ込まないと武器が取れずに済むという。割とあのヘリやばいから早めに爆弾で殺すぐらいの気分じゃないと。あの上にヘリマシンがあるんだよ。やばい、見つかった。止まって見えるぜ。これが3体ぐらい来ると積むんだ。
止まってんだよ、ね、よし、いけばいいけばそこじゃね、この次だくっそがひげロケランまた取り損ねてしまった。止まって見えるのにジャンプしたら早く動けるから恐るべし書類落ち。ああ、なんかなかったっけ。ここだったと思うんだけどな。ここだ。この爆弾ちょっと持つか。結局来るよ。そうやって引かれてるしねえだ。ここにいると敵倒しつつ弾を撃てる。でジャンプ。間違いなく最後は力押しになるフラグだ。頼むぜ。強い武器取った方が倒さないと。ザコは任せろ。戦闘を殺すと得点高いよね。ダメだ。あ、置いてかれた。高め。あ、俺死ぬ。あ、ゲームオーバーになってしまった。いい。あれ、決定できん。あ、ちょうだい。次のレーザーも取ってくれ。俺は自分の死体のヘビーマシンガンを使う。一応これ2人の連打で倒せるんだよ。残しておいて。おお、殺せてなかった。やばい。危ない。まあ蛇撃て蛇から耐えれた。ここで3体蛇に囲まれると死にかねないという嫌な位置だ。おい、しゃがむ状態で撃ってたら大丈夫ですよね。これしゃがんで撃ってると絶対大丈夫。あ、笑われてる。さすがに厳しくなってきた。ちょっと、ま、誰に何されたか分かんなかった。もらっとくぜ。爆風でまとめて殺せるから便利。やばくなったら俺が撃つから。次だよ。もう一遍来た気がするんだけど、気のせいか。来たよな。よし、二人のガチ連打。二人いりゃ列車だって打ち返せる。2人ならキラーを超えられる。いいよ、ちょっとあんまり強くないんだよ、ちょっと。やっぱまだだ。ちょっと終わらしたんか。ごめん。ガチレン、ガチレン、ガチレン、ガチレン死んだ。お、いる。あ、俺取った方が良かったな、ボムないし。あ、いいか。ここからすごいものが見れるぜ。
黒いよっ、連打、あ、ちょうだいそれは。キープアウト、立ち入り禁止だとさ。ほら来た、頼むぜ。こいつら自爆されると、これもらう。よし、二人がかりで基本ノンストップレベルで。ショットガンあるじゃん。これショットガンに変えるわ。赤くなって爆発した時に近くにいると死ぬ。止まると死ぬぞ。やっぱそれ任せるぞ。そう任した。あ、やべ、ショットガンある、ショットガン、ショットガンだ俺。そいや、乗れ乗れ、ショットガンは欲しかったな。じゃあ乗り物乗るならショットガン欲しかったなって。だからって降りろとは言わん。降りろとは言わんな。俺は一発食らっただけで死ぬぞ。この辺までかな。あ、AP 弾俺が取ってどうすんの。この辺までノーミスでいけんだよ俺。ここクリアまでいけるかな。ガソリンだからそっちだけど、もう一目でマックスだからいらない。この僕たちがすげえ分かってるやつ。よし、どけな。お、ノーマル弾、ノーマル弾じゃないとこれ下に打てないんで。端っこ、左端に行け。で、できる限り R で。全端そう。いや、R の弾を。やばいよこれ。どうしよう。ジャンプとしゃがみで。しゃがみないかな。できたできた。なんでしゃがめんだよ戦車が。でこれは普通に離れて逃げたら、しゃがんだ状態でボム残ってたら撃っちゃってくれる。しゃがみでジャンプだな。あ、やっちゃったな、しゃがみ状態で。あるある。よし、勝った勝ったと思ったらまだか。なんか弾が出るんじゃないですか。ショットガンか。危ねー。俺も危ねー。まあもうボム投げたら多分終わるわ。背中のバッグが当たってしまった。もうボム投げ終わったぐらいに終わると。よし、まあ1機ぐらいなら許容入らないじゃないか。背中のバックに当たり判定があったんだけど。そういうことだってたまにはあるじゃん。ああ、最後で死んじゃったからな。捕虜救出ゼロだ。ミッション一応次最終ステージだったかな。うん、あの死んだら突っ込む方向で、立ち止まると死ぬだけなんで。スリングになって立ち止まると死ぬんで、もう駆け抜けるレベルで。ちょっともらう。無敵を利用してクリアするぐらいの気分で。おお、乗れんだ、知らなかった。乗れねえ。さっきなんで乗れたんだ。無敵だったからか。わかんねえ、処理落ちで。ここだけは無理なんだよ。いつも死にながら突き抜けんだよ。誰か。
ここほんと止まると死ぬから、もう死にながら突き抜けよう。ゆっくり行ってクリアできたことが一度もない。ゲーセンで俺の金を吸い尽くしてくれたところだよ。実際ここまで来れることほとんどねえんだけど。戻ろう。お見え。あ、クソ強いおっさんじゃねえか。この鏡でいいんだっけ。いや、無理だ。多分死んだことあるよ。このおっさん死ぬほど強いもん。こいつ会ったことあるでしょ。ワンにもいるし、スリーでもいる。無敵を利用したっていう超無茶をしないと勝てないで。こんな感じで。これ無理すぎんだよ。あ、シャチに食べられた。骨負け散らしてる。おっさんとの戦いは終わるのか。もらえるのはヘビーマシンガンだ。まああと2匹コンテニューできるからいけんだろ。もらっといて。あっ、しまった、倒しきれてなかった。もう止まると死ぬぞ。止まらなくても死ぬぞ。何しても死ぬぞ。上から来るぞ。よしやろう。無敵最高。ゲーセンで金に物を言わせてプレイしている気分だろ。50円玉使いまくりいっぱい積み込んでやるよ。多分売りましなんだろ。あ、宇宙人来た。あ、切れちゃった俺。あ、切れて。助ける。ちょっと頼む。多分これ武器だと思う。よし、減りましい。宇宙人来た。ゲボバーってしてる。ゲボ緑色の液体を。多分ロケラン。ロケランはやばい。ジャンプ。おー、ぶね。おー、しまった。後ろから爆弾来てる。前に急げ。フレームそんな使えねえんだけど、まあ。おー、かわした。俺ゼロ発だ。もらっとこう。多分次ぐらいもう撃っちゃって弾、ね、何も出なかったのかよ。転がそうか。止まると死ぬぞ。ヘビマシある程度降りてこれる。うんこ降りてこれない。じゃあ俺が取る。そう、2人協力武器じゃないときついぜ。気持ち悪い。その俺も終わるぜ。減りましやべえ。どっちが上を任した。頼む。あっ、ヘビだ。頼むぞ。ボムか。なんだ、何撃たれたのかも分からんだろう。よし、なんか来い、なんか来い、なんか来て。ま、頼む、俺を守ってくれ。全よし。おお。ああ、ここからは力押しかな。2つも俺取っちゃったな。多分そっちヘビマシじゃね。
ショットガンだ。ちょっと気がやばくなってきたな。いけっかな。怖え。よし、ショットガンだから両方取ってくれ。あ、カナコもらってたらよかったです。何に殺されたのか分かんなかった。こいつはいろんなもの飛び出しすぎてるからわけわかんねえ。弾撃ってたのかよ。やべ、1個残しとく。取れ取れ取れ。鬼のような。まだ長え。まだラスボスいけねえのか。強えなこいつ。あと4発しかないし。終わった。ナイフ、ナイフの方がいいか。家に降りる前に来た方が早いだな。よし、降りるんだ。やばいやばい。いいよ頼む。やばいやばい。この300発がなくなると、ずらなくなると、手榴弾も終わった。やばい。よし、しかし乗り越えた。あと7機か。そっちもあと7機だ。ラスボスを7機で倒しきらねば。ふぅ、逆に考えればボムが70個あるんだよ。そう考えればな。おお、大変なことになる。上から来るぞ、気をつけろ。パパが、パパがパパが大丈夫、パパは死なん。何度でも蘇るよ。ほら、ここからちょっと熱いんだよ。けど死ぬ前にボムは全部どうのやつ。無理だな、まだ。いや、出てきたやつ殺すのに使ってくれてもいい。当たんねえからね。届かないから出てきたやつに使った方が良かった気がして。ザコ、ザコ、ザコ倒したいのに倒せない。ザコに攻撃がいかん。3体ぐらい出られるとそれだけで積みかねえ。あ、ビーム来る。タイミングよくジャンプかな。キラキラーって。今俺狙ってるな。こんな感じで、こんな感じで。なんだなんだ。ザコ、ザコを倒す。逃げられん前に倒す。3体行くと積む。よし、ヘビはもらう。なんだなんだ。あ、このパターン。ジャンプしてちょっとでも多くダメージ。よーし、あれ、これ終わりだっけ。いや、簡単すぎるんじゃないの。まだありそうだよな。来た来た、今からが本番だ。ここからが本当の地獄だ。まあ、あとボム70個あるし、2人合わせて140個あるしな。ああ、余裕だべ。いけんだろう。ザコ、ザコ、あ、そうそう、仲間だから。宇宙人裏切ったから。
ダメだ。硬い。硬い。硬すぎる。ダメだ。ボム届かんかな、どう考えても。ブラ。ザコだわ、そんなんで。横やめてくれ。きつすぎる。横やめろ。無敵のうちに倒す。怖な、まずいって。意味もなく死んだ。強すぎる。どんな声してるんだったか覚えてない。ちょっとザコ倒すのに残しとこうか。強すぎるこいつ。どんだけ勝てんだよこれ。全然死なねえんだけど。早く譲らねえな。来た乗り物もらっていいか。俺ちょっと気やばいわ。いいよ、もらうわ。もう行くよ。やべこれ。すっげえ楽。ジャンプとかしなくても上に行ける。よし、倒せる。なんか知らんか、俺全然狙われてねえ。左端に行かないとボム打てねえのに。ダメだ、無視した方がいいレベルだ。結構強すぎるんだね。ダメだこれ。だが終わった。余裕しよう。あ、無茶しやがって。無茶しすぎだよなこれ。インペンデンスでいいじゃないか。やった、宇宙人の侵略から地球を守ったぞ。ちょっと喉が渇いたから。ちょっとここ寒すぎね。クマさん寝ちゃってる。ひでえ。ゼロだよな。死にまくったの。よし、クリア。無理じゃないですか。すっげえコンティニューしたけどな。ミッションオールオーバー。コンティニュー4回。27。勝った。死んだからな。死んだな、ほんと。俺いつも ABC なんで。 AA にするか空白にすると SNK になるんだっけ。ベア？ベファ？いや特に何も適当か。余裕じゃないですかこの。余裕って割には死にすぎだけどな。まだこれより上の難易度あんだぜ、ハードが。いや、ハードで余裕って理解したから。あ、早く遅れる。近く押すと早く遅れる。何ボタンでもいいんじゃない。わ、この頃から顔文字。ほら、何ボタンでもいいや。次元だ、早く X とか3以降もプレイステーション3で配信してほしいんだけどな。あれはネットワークができないの。そう、普通のはできないからネオジオじゃないとダメなんで。というわけでメタルスラッグ2無事クリアということで。余裕でした。余裕って怪しいよ。まあ続き出たらどんどんやろう。多分当分出ないけど、これ 2,、まあ、2年ぐらい配信止まってるような気がするから。人気作品だ、あえて1に戻るってのもありだから。
まあ、というわけで無事メタルスラッグ2はクリアしたので、また次のゲームでお会いしましょう。最後までご覧いただいた方もお疲れ様でした。それではまた次のゲームでお会いしましょう。ちょ、クマさんの声にかぶらしちゃって、あ、挨拶すんだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。